福島県立岩木高等学校は、福島県岩木市平にある県立高等学校。旧正い岩木中学校を前身とする福島県の高等学校。通称は岩高。男子校時代は岩木女子と並び、ステータスの高い学校として認識されていた。そのため、浪人をしてまで入学を希望する生徒が多く、いわゆる中学浪人が問題となった。 2001年度より女子の受け入れを再開した。2011年度文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールに指定された。2018年度福島県より福島スーパーアイノベーションハイスクールに指定された。28種の部活動と2種の同好会、8種の委員会がある。同好会から部活動及び愛好会から同好会への昇格は 前日の生徒総会によって生徒の承認を得た後に校長以下教員の判断で決まる。近年の例としては作動部が挙げられる。運動部では多くの部活動が全国大会への出場を経験している。野球部は春3回夏7回甲子園に出場し、1971年の第53回全国高校野球大会では、 準優勝に輝いた実績を持つ。ラグビー部は全国高等学校ラグビーフットボール大会に17回出場しているほか、福島県勢として唯一全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会への出場経験を持つ。サッカー部は全国高等学校サッカー選手権大会に5回出場しており、山岳部は2003年 2004年と2年連続で全国高等学校総合体育大会の5位入賞を果たしている。この他にも陸上部、剣道部、テニス部、水泳部が全国高等学校総合体育大会や国民体育大会に出場している。2009年にはテニス部が28年ぶりに全国選抜高校テニス大会への出場を果たした。また過去には ウェイトリフティング部が1968年のメキシコシティ五輪代表である木村武雄を輩出しており、木村は同大会ライト級で7位に入賞した。文化部においては、吹奏楽部の活動が顕著で、古豪の岩木と評される。また、弁学との両立がモットーの中、1日の練習時間が放課後の2時間と短時間に集中力と効率が求められるが、 練習はほぼ生徒に任せていることが特徴的である。1981年に初出場した全日本吹奏楽コンクールでは2001年以来、2004年、2008年、2012年の規定による不出場を除き、毎年全国大会に東北代表として出場し、1981年、2001年、2006年、2007年、2009年、 2015年に最高賞の金賞を受賞している。さらに、これまでの全国大会出場回数も、東北の高校としては2位体の20回出場を誇る。また、1984年に初出場した全日本アンサンブルコンテストにおいても、2010年までに10回全国大会に出場しており、2001年、2009年と最高賞の金賞を受賞している。 県政初、東北の高校としては2校目の3年連続出場を果たしている。音楽家としての道を選ぶ卒業生もおり、2003年度を卒業生には黒金博紀行き、ただ翔太郎がいる。この他の文化部においても、将棋部囲碁班が全国高校囲碁選手権大会へ出場、写真部が全国高等学校総合文化祭へ参加、文学部が 全国高等学校総合文化祭へ参加をはじめ、全国高等学校文芸コンクールで入賞、全国高校生文芸道場総合大会へ参加、委員会活動からは、放送委員会が NHK 杯全国高校放送コンテストで入賞など、各種協議会で実績を挙げている。本校が s s h に指定されてからは、科学部、天文地質部、生物部、 数学部などの理数系部活動の活動も盛んである。岩木インターネットニュース、タイムズ岩高。 岩女男女共学に関するアンケートハット https コロンスラッシュスラッシュ www.minpo.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ2 0 2 0 0 8 1 5 7 8 0 5 2 r u g b y t r y j p 第11回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会朝日 .com 短時間に集中岩高の個性福島 岩木行動場、ありがとうございます。